アップルと涙のニコニコテーマ動画。イエーイ。次元出すわ。はい。ああ、俺も次元なのかこれは。俺の次元。俺の次元。いいだろうね。俺の次元。俺の次元。そっちじゃそっち。ラストストーン。ラストストーンない？ラストストーンあるよ。いいぞ。ちょうだいちょうだい。ユリアマティーニもちょうだい。ちょうだいやろ、いいぞ。いや、俺は待てんの。あーい、あーい、あーい、待てんじゃない、待てる、あーい、待てんやったかな。動画撮る前にやれよって感じやからな。それな、マジで次元探すとか俺持ってねえよ。初心者かよ動画初心者かな。そうな、俺たち動画初心者だけんな、やべえわ。はい、よろしくお願いしますね。今年から動画投稿始めました、アプリと申します。よろしくお願いします、はい、皆さん。はい、お付き添いの闇野です、お願いします。僕ね、電話歴な、浅いからね。そうなんですよ、浅いんですよね。やばなんですよね。まだ1年経ってないんじゃないかな。一応マティーニねえし俺もないんだよ。そやろ、マティーニにいてこんだけ完成せんねえよ。なぜ確認せんかった。いや俺もないと思う。また本格的な大捜査でも始める。動画始まるの2分を超えるな。動画始まるの2分を超えるとか、マジかよ。ワンチャンカットまである。カット。動画編集はしません。クソ。ああ、怠惰ですね。怠惰ですよ。リゼロね。はい、見てないんですけどね。見てないんかよ。そのフレーズだけ知ってますね。怠惰。ですね。はい。タイですか？タイ。そんな掘り下げられても俺わかんないんで、ちょっと。見やがめ。おっと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 。見つかりました。いいや、一枚だけでいいや。うん。一枚でいいや。ボルグ4枚に。うん。マティーニとセイント。アベマリエと。うん。ラストストーン2枚と。はい。ここにさらにプリン2枚が加わります。なるほど。いいですね。仮なんでね。仮で。仮なんで。あ、ボルグティーガー入れてね。しまった。ボルグティーガー。イエー。ボルグティーガー。ボルグティーガー。サンダーティーガーでは。サンダーティーガー。雷ティーガーではないですか。ボルグティーガーってなんだ。雷ティーガーですよ。こいつだ。ボルグティーガーこいつだ。覚醒しまった。早いの。行ったり覚醒か。新しいボルグのイラストはね。うん。いいですよ。そうですね、イラスト派手でいいですね。あれはやっぱりイラストがいいっていうのはね、うん、やっぱりモチベーション上がりますね、うん、カードプレイヤーのね、うん、意欲をね、そそるよね。いいですね。ずるいわ。よし、簡単にモチベ上がっちゃうからね。次元この10枚で。はいはい。あー、どうしようかな。なんだろう、初心者やけん次元10枚使うとできんだよな、今は。ちゃぶりちゃぶりでいいや。うえあらららだけで今回はね、はい、ザビーラのリベンジ。おお、なるほど。じゃあまあ僕もね、うん、ドルマゲドンのリベンジってことで。素直に、ね、ザビーラ出すの俺嫌いだから。てか、ね、最近素直にザビーラ出そうと思ったらザビーラすら出ないから。難しいな。俺はザビーラを出せるように構築したクソデッキを作ってます。まあ面白そうなんだけどね、動き方もね、ギミックも。なかなか難しいですね。最初はグー、じゃんけん、はい、先行、エンド。まあこちらはもう普通に前回の動画でドルマゲドンが惨敗したということで、ちょっとしたリベンジを中身変えて。惨敗デッキ同士の、はい、やっぱりね、イーグルがねえのは厳しいわ。エンド。デッキ作り出すタイミング遅すぎたわ。終了。エンド。起こしてドロー。かな、ちゃうな。三。移動とチャージャー。ブルー墓場埋め。いいよ。クリエを。はい。デッキた、あ、時間短縮のために立てみます。はい。知ってる。その後シャッフルを。はい。エンド。どうぞ。合ってるよね。
シャッフルの意味。うん、どうしようかな。チャージ。まあ、墓場所か。大丈夫。大丈夫。1111以下破壊しますぞと。本当に1111以下でいいんですか？ここにいますよ。あら、本当。まあ、もうやってしまったからには行くしかない。アタック時、侵略と革命チェンジを宣言します。お。はい。ダブルブレイク。それあんま意味なさそうでな。なさそう。デッドだけで良いのでは？時点がないんです。次に召喚できるカードがないんです。なるほど。上から？上からで。ダブルやろ？ゲームは。うん。2択あるんだよね。2択あるけど、やるかな。アクペラデッツの弱いとか、モハンデスのブラックサイクなくなったし、ウィービルもなくなったけんな。継続が難しい。ウェナス。じゃあ、はい、本当にね、強いところがこっそりいったからね。どう？いいの引いたけど、うん、まあ、投げてくれるやろうけどさ、ブライスリーの置いて終了、パーン、強い、サイクリックガーデン、うい、ドラカバ、はい、いやまあ、ん、はい、なんぞ、ごめん、待って、殴ってくれるやろうけんつって、俺盾全部なくならんのよな。まあ一応侵略してきたら盾全部、いいか、いよいよ、はい、今パーターかつけて、アタック時デッドゾーン、いい、はい、どこ、避けるよね、とりあえず、はい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 、まあ、殴っていきましょうか。いい、どうしようかな。こう、はい、チョイス戻して、うん、ライゼ、うん、ブライゼ効果、はい、で、サイバーアップです。こちら効果でサイバーアップです。効果でスイッチ、おお。戻して、まあ、ちゃんと持ってますね。じゃあ、ボルが3体、ボルが3体かな、ボル3体で、はい、そっち、1、2、3、4、5、6、殴り勝つ、エンドフェイス、エンド、うん、ゴー、いけ、ブライザーな、ダブル、ダブルレイク、パンパンブロック、最高の方が勝ちや、死ね、グー、死ね、そこ、うわうわすまんな、あと1体おればあと1体おればそやな、ノートギアだけんな、ほんとにこういったデッキです。うん、あと1歩足りないんだ、あと1個足りないんだよ、これ。どう考えてもね、ブライゼでね、うざいめのやシュート分の4枚がないんだよね。力がないと回せない。サイバーアイチョイスないと回せない。サイバーアイチョイス10枚ぐらい入れたい。ほんとなんか、詰め込んじゃないな、そのデッキ。うん、じゃんけん、ほい。実際ブライゼシュート釣るのやったら釣れんけどな、ちまちま投げられるのかな。ドロ、いいな、ドルタカット、いいな、チドロやな、うん、終了、その動きは強い、エンド、フィールドチャージャー絡めるとちょっとは忘れてしまうんだよな、フィールドチャージャードル墓場、ワンドロ投げる、あー、それもありやな、ありやな、パンチ、やったー、ちょろいぞ、あいつ、あー、マジで車に乗ってしまった、口車という、車に乗ってしまった、あいつちょろいよマジで車、あいやー、知ら
なるほど、これは負けそうだな。正直負けそうだわ。縦の内容が今かったようで。やばい。エンド。一言で言うとやばい。虚無具をくれよー。くれよー。おー、ゆうひど。あ、虚無具。さあ、どれだ。虚無具その1。さあ、これがいいと思うよ。そこはやめときたいな。ここが一番いいよ。ブラック最高はどこかな。ここかな、ブラック最高。なるほどね。トップ回収。どれだ、どれだ。こっちで。こちらでお願いします。自分たちの引き出しか。アタック J トラップバイク。じゃあリュノス。おう、ウルトラパンチでよかったのでは。まあしょうがない。チン。あー強いじゃあ。チン。並ぶ。どうしようかな。よいな。チン。よいな。パンチ。強くないですかね。ああ、なるほど。でも大丈夫、生き残れる。いいですか。あ、で、はい。ああ、違う。待って、縦分かってるからしない。最後の点、これ先生唱えるかどうか。うん。ドルータに使えば良いのではないでしょうか。ああ、なるほど。問い使っていく。使っていこう。タイムです。ドラタッチメン。こいつ来るの遅すぎなんだよな。さあ、なんでしょうね。最低で行く側で。なるほど。エンド。なるほどね。最低で行くガーデンさん。お願い。最低で行くガーデンさんのエントリーはどうしましょうかね。チャージの、ドルアガバ出したい。ドルハガブ出したい。お願い。踏めな、ドルータカット、ツードロドラハパスもいいじゃん。うるせ、ドルータカット、ツードロドラハパスもよかったのに。うるせ。こういうターンに勝たないとか。何ですか。さすがに無理。ドルータ出せば勝てるじゃん。勝て。ここ。うん、よかろう。ウェイ。そういや、エスケープ、ワンドロー。はい。ここは終了で。トリプルブレイクやろ。おう、トリプルブレイク。エスケープ、ワンドロー、タップタップ。うわタップタップ。こいつ、ザビグラ、ザビグラ最高やだや、きたー面白いね。転生スイッチ。俺は、ホーリーを生贄に捧げて、ザビラを召喚。はい。効果発…あ、エスケープでワンドしよう。はい。効果発ドゥ4体リリース。5体 ?4 体5体か。ウィ5体リリース。ボルグサンダー、ボルグサンダー、ボルグサンダー、ユリエマティに表アベマリア。お、特殊召喚効果によってボルグサンダーの効果3枚分お願いします。1枚。3体分ね。3枚分じゃなくて3体分ね。 OKOK。 2枚、3枚、4枚、5、6。そしてこれら全てでラストストームを構築。さらにここのマティーニの効果をストームが引き付くことによってストームが覚醒。ずる。デッドゾーンにアタック時、これがホーリーを出す利点ですね。ボルグサンダー、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 ユリア・マティーニ・アベ・マリアを出します。ボルグサンダー1枚。さらにここで構築することによってラストストーム2体目。ゲーム終わったぞ。覚醒ドルータにアタック。おーい、ゲーム終わったぞ。オープン。おーい、まあ、ここ縦に行ってね、こうやって裏返ってね、投げることもできます。おー、帰ってこい。おーいす。あー、気持ちいい。ゲーム終わったぞ。あー、気持ちいい。あー、気持ちいい。くそ、なるほどね。いや、初めてちょっと動いたとこ見たからな、そういう感じかな。本当はブライゼシュートするんやけど本当はブライゼシュートするんやけど、最近投げる影響するからブライゼシュートできんじゃな。なかなかね。いっそのことブライゼ抜いてもいいんやけどな。まあでもそれやったらね、さすがに受けすぎかなっていうか。これいろいろ考えた結果だ。いろいろ考えた結果だ、こういうのがあるよね。
はいはい、ちょっと説明させてよ、これ。いいよいいよ。そう、こう、こう、例えばやけど、例えばね、5枚、まあ、これあったら縦7枚になるけど、例えば、それでも全部鳥がちょっとなかなかないから、うん、5枚鳥があるとするじゃん、縦7枚で、うん、こうしてな。あ、はいはい、こうして、まあ、こんな感じでとりあえず 出て、うん、で4体揃うじゃん。はいはい。で、まあ、できればここに、まあ、9コストも1体落としてほしいんやけど、うん、でこれで転生スイッチですね。でこれちょうど今5枚でしょ。でそっち優勢でもう1枚増えるから、うん、こうやってこうするでしょ、こうするでしょ、はいはい、でこうするでしょ、はい、一応ここセーブを使えるけん、4体破壊して、うん、一応 4体分破壊することになって、でもホールには残って一応4体分出せるやん。あ、そうなの。でこうするでしょ、でここも最低限出さそうにするでしょで、まあ、相手でホーリーで出たら相手のクイッチャータップしてるでしょ、うん、縦殴らずにこれができるっちゅうわけで、でまあこれの効果使ってなかったら転生スイッチをホーリーに打って、うん、その後に短視レジにこうもう一回仕組んで、うんうん、仕事もできて。あ、なるほどね。考えたんでこれいろいろあ、そうなん。エスケープそんな感じない、エスケープっていうかセイバー、セイバー、セイバー9。なるほどね。ウルトラセイバーやけん離れてくるよ。なるほど。離れてくるよ。転生スイッチでも離れんけん。これセイバーは同時処理の時に割り込めるみたいな感じやけどな。置き換えじゃないけど割り込めるけどな。なるほど、ね、置き換えっちゃ置き換えか。置き換えやな、こいつ弱いです以上です。まあちょっとしたギミックの紹介でしたって感じですね。ネタデッキとしてもそんなにあれやんな。なかなか難しそうやな。何デッキの類だから、何デッキの類だから。反逆炉面白そうやけどね。反逆炉はな、楽しいんやけどな。あれはな、うん、フリー対面が多すぎるんや。メタクリーチャーメタクリーチャーに対する回答のメタクリーチャーがないし、うん、環境の全てにおいて弱いし悲しみ背負っちゃうな。あのデッキはな、悲しみ背負っちゃう。でも面白いと思うのは、うん、あれオールイエスみたいな動きできるから。はいはい。例えばね、これ入っちゃったっけな、ムーン入っちゃったっけな、入っちゃった。これよ、あ、今めちゃくちゃこういったレインボーが多いわけで、うん、こういうの出しつつ、ザーエ出して、まああとジェニーとかハンデス系もそこそこ入ってるから、普通の、うん、こういったのでハンデスして、こういったのでハンデスして、で、まあ後でザーエ出して、まあ先に出してこれでハンデスするのいいけど、で、まあ相手の手札が空になった、うん、じゃあワンパンで手札1枚になった時に革命チェンジ。ああ、はい、はい、まあ、こっちアタックで、まあ、こっちの方がいいね。革命チェンジ、ノロン、あ、で、ノロン出た、色が青黒だからこっちの反応してワンハンです。なるほど、なるほど。で、ワンパン、あ、イエスみたいな動きできるわけよ。なるほどね。まあこれも面白そうだね。こういった動きもあるよっちゅう。サザエ、S ザエ、なかなかね、うん、まあモチーフはもうサザエやろうけど、まあまあ、ザエ強いね、結構。ザエ使い方次第で、これの掛け合いチェーンで今3種類あるから、あの小型のやつだよ。うん。これと、もう1個、破壊されたら潰ろうかな。あ、あったね。と、デッキトップ2枚チェックして、うん、相手に選ばせて、どっちか手札どっちか、ボチっちゅうやつが、5コストのやつがあるから。うん、3種類、小型の条件何でもいいから、青黒で、青黒だと何でもいいからっていうのが3種類いるから、まあ、これさえ引き込めればポイポイっていうふうなこともできるっていう。なるほどね。ただ俺はザミラなきゃいけないから、それはあんましないだから別に単純にノロン4体入れてるだけでも一応こういったビート手段も取れるっていう、うん、風には構築してる。なるほど。これもデスマッチとか積んでビートでいいんじゃない。うん、まあこれで墓地回収できるけどな、アタックして、うん、デスマッチこれで、あーちょっと墓地回収できるけど、うん、墓地増やす意味があんましないね、このデッキ。あ、そうね。ザミラずっと墓地に落としてるから、それで進化も落としてないし、あんまり墓地壊して骨火とか入れると反撃力が落ちるから、うん、えげんこのあんま墓地壊さない、サベージ入れてるんだよね。墓地回収はいるんだよね、今も。うん、
あと財開始できるのよ、デスマッチだと。まあそうね、財要やけどな財強すぎ YouTube できやけんもう有効活用していくべきやから、ね、すげえ有効活用するけん、この手初手にあるとすげえ戦いやしでもアツトとかのここら辺のデメリットなくなるけんな、手札が減るっちゅうの、うん、手札減らされずに墓地肥やしたりいろいろできたりするから、ここら辺がちょっとあんまり強くないから抜いていいんやけど、楽しい、うん、楽しそうなデッキはね、これはなネタとしても面白いと思うんだよね、うん、まあ、反逆量で反逆量巡るネタとかね、あの芸人芸とかねやってみたりね、あの時3枚かな、3枚3枚で外したでファントムベールも2枚よな、うん2枚、うん、自分5枚とかよやけん、うん、8分の1ぐらいの掛けじゃないかな、最高にセンスやったな、最高にセンスやろ、うん、8分の1じゃね、5分の1かな、でも6分の1か、6分の1ぐらいの確率やろ、うん、自分で1枚持っちゃうんだよな、自分最高のセンスやけん、うん、まあ、5人でじゃんけんやって連続で5回負けろとか言ってもな逆に持ってんだよな、持ってるんだよなというわけで、はい、財難の復讐劇でした、はい、面白かったです、ね、勝ってないけど、勝ち越してないけどなまあ1-1かな、もうこれだけはさ、めんどくさいでいいや、それワンパターンやけどこれ、まあ最後もなんか、うん、ブロこっちがブロッカー引いて勝ったってやつでした、うん、最初のからあと1体俺はね、これでクリーチャーがとにかく足りないから、クリーチャーでいいのが出たら、うん、作ってもいい、例えばあのさっき2ドローとかね、クリーチャー2ドローとか言ったな、4コストで4コストでクリーチャー2ドロー出たらすごくいいのになとか言ってね、うん、なんかもしおるんやったらもう教えてほしいな、うん、ちょっとパッと思いつかんないけども、そうそうそう、あんまそういうのないんだよね、単純なドローはおらんだよね、低コストで単純なドローっていうのが少ないから、引いて捨てるはおるんやけど、キャントリップはおるけど、ワンドローは、ワンドローはいっぱいあるんやけど、2ドローからはな、なかなかな、高コストになってくるけど、そやな、しかもハンドも引く枚数も多いしな、そう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 、引く枚数多すぎるやな、5枚ドローとか、5枚ドローとか、うん、まあ、9コストやけど、あいつ、アイアンさんね、だけで、動画でした、はい、ありがとうございました。